こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ人生がうまくいかないとかね、人間関係がね、すごく悪いとかね、まあ自分のね、周りを見渡すとなんかね、すごくね、環境が良くないみたいなね、そんなようなね、方をね、よく言っている方がいると思うんですけど、そういう方に向けてね、ちょっとね、厳しいね、話になってしまうかもしれないんですが、まあなぜね、そういう状況になっているのかっていうようなね、そんなね、話をしようかななと思います。まあ人間関係にね、ちょっとね、苦しんでいる、悩んでいるって人はね、ぜひ最後までご覧ください。はい。それでね、まあそういったね、環境っていうかね、まあ自分、がね、悪くないのに、なんか周りにね、そんな人たちがね、ばっかり集まってきて、なんかね、例えばですけど、変なね、投資話にね、引っかかってしまったりとかね、なんか周りにね、まあ、いつも愚痴とかね、不満言ってる人がいて、なんかね、嫌だなって、まあ嫌だなって思う。時点でね、まあ自分はね、変わろうとしている、まあそこでね、一緒になってね、愚痴や不平不満をね、言っていないっていうことはね、やっぱり、自分はね、変わろうとしていて、そこのね、環境にね、馴染めないから嫌だな、みたいな、そういうふうにね、思うっていうことなんですが、まあそこからね、抜け出してないっていうのはね、やっぱりね、まあそこのね、壁、まあ例えばですけど、今いるね、環境の壁をね、一つね、まあ乗り越えないっていうようなね、そんなことがね、やっぱり原因だと思います。やっぱりね、いつもとね、同じ生活、まあ、会社行って、帰ってきて、家でね、まあ、テレビを見てとかね、スマホをしてとかね、それで寝るっていう、それだけのね、やっぱりね、毎日のね、同じ繰り返しだとね、やっぱりそういったね、環境から全然抜け出すことがね、できなくて、結局ね、いつもそういったも情報、まあ、いろんなね、変な話だったり、まあ、不平不満だったり、まあ、そういったものを聞き続けなければならないっていうことで、まあ、やっぱりね、何かね、変えるっていうことには、一つね、こう壁があって、そこをね、乗り越えないといけないっていうことです。それで、その乗り越えると、その乗り越えた先にっていうのは、やっぱりね、そういった壁をね、乗り越えた人たちがね、いて、まあ、そのね、今までの自分の中、まあ、コンフォートゾーンっていうんでしょうかね、まあ、今、自分たちがね、居心地がいい場所っていうものにね、居続けると、やっぱりね、そういった人たち、まあ、自分のね、レベルの人たちしかね、やっぱりね、集まってこない。それでね、まあ、そういったところの中で、まあ、不平不満愚痴とかで言っている、そこがね、本当にね、心地いいんだけど、それが嫌だっていうことだったら、やっぱりね、そこの壁を乗り越えて一歩ね、外に出る、コンフォートゾーンからね、今のコンフォートゾーンから抜けるっていうね、そういったね、壁をね、乗り越えるっていうようなね、そんなことをね、すると、その壁を乗り越えた向こうには、まあ、またね、違った、こう、環境っていうものがね、やっぱりね、存在しますので、まあ、そういったね、壁を乗り越えた人、でね、やっぱりね、挑戦して、やっぱり乗り越えたっていうことでね、そんなにね、愚痴や不平不満を言ったりとか、誰かを騙そうとかね、そういった人たちもね、すごくね、まあ少なくなっている。まあそういったね、人たちにもね、お金にね、欲にはね、目をくらませて、それでね、なんかね、騙そうとする人もね、中にはいるかもしれないんですけど、自分がね、こういろいろね、こう挑戦して、まあいろんなね、覚悟を決めてきた。例えばお金のね、覚悟、まあお金をね、払うっていう。いうようなそんなことをして、まあ、一つね、まあ、なんかね、セミナー受けたり、まあ、オンラインサロンにね、入ったりとか、まあ、塾、まあ、個別コンサルを受けたりとか、そんなことをね、したことによって、まあ、そこをね、お金の壁を乗り越えたり、まあ、人脈っていうものがね、またね、広がっていったっていうようなね、そんなことですので、やっぱりね、自分のね、今のね、こう壁にぶち当たって、そこでね、諦めてしまうと、やっぱりね、今のね、現状っていうものはね、変わらない。まあ、周りにね、やっぱりね、そういった、ね、壁を乗り越えられなかった人たちのね、集まりになって、その中でね、こう、居心地の良くなってしまっているっていうのはね、そうすると、やっぱり愚痴と不平不満とかね、そういった、人の悪口言ったり、それがね、気持ちいいっていう人たちのね、中にね、いるっていうことにね、なってしまいますので、そこはね、やっぱりね、そこがね、こう、居心地が悪いなってね、感じているようだったら、まあ、そのね、壁を、まあ、居心地が悪いってね、思うして、もうね、その壁をね、乗り越えようとしている。ただ、あと問題はね、お金の、だったり、時間だったり、まあ、
家族だったり仕事だったりなんかいろいろね、まあ人によってね、このね、あの壁っていうのはいろいろなね、壁がね、あると思いますけど、そこをね、どうかね、乗り越えて、まあ自分がね、もし悪い状況からね、一歩ね、抜け出すっていうようなね、そんなことをね、挑戦ね、してもらいたいなぁなんて思います。まあ自分は過去にね、本当にね、もう借金でね、もう限度額いっぱいで、そんな中、まああの60万円のね、コンサルをね、個人コンサルをね、受けて、それでね、全然ね、まあ、あの方向がね変わった、まあ、その壁を乗り、まあ、お金の壁っていうんでしょうかね、それをね乗り越えて、それで、まあ、あの全然ね違った方向にね、あの向かっていっていますので、やっぱりねそういった壁を乗り越えるっていうことがねすごくね大事だなぁなんて、そんなこともね感じました。なのでね、まあ、そういったね人間関係だったりいろんなねこうものにねちょっとね悩んでいる、まあ嫌だなっていうようなねところものがあったら、そこをね壁をね乗り越えるとまた違ったねこうあの人間関係っていうのがね生まれてきますんで、ぜひね頑張ってそこをね挑戦っていうんでしょうかね、まあ乗り越えるっていうことをねすればいいかななんて、そんな風に思います。それでね、そういったね壁をね一生懸命乗り越えようとしている人に対してね、やっぱり応援してくれる人も出てきますし、まあそういったね頑張ってる人っていうのはね、そういったなんかいつもね愚痴や不平不満をねこう言っている人たちからしたらね、ちょっとねまあなんか付き合いづらいっていうようなね、そんな人にねなると思いますので、ぜひねそういった、まあ、ところから離れたいんでしたら、やっぱりねその壁を乗り越える努力、そんなことをねするとねいいんじゃないかななんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。